新型コロナウイルスの変異株オミクロン株の空気感染の可能性が韓国で提起されている。7日、中央貿易対策本部は濃厚接触のない飲食店で、短時間でオミクロン株に感染した事例を確認し、注意を呼びかけている。韓国で初のオミクロン株感染者となった牧師夫婦から感染した30代の男性 A さんは先月29日、 30代女性 B さんが働くインチョン市内のブッフェ形式の飲食店を訪問した。B さんはサル3日、オミクロン株感染が確認された人物だ。B さんは、レジで会計する管理 A さんとわずかな時間のみ接触。A さんは約1時間、この飲食店に滞在しており、面積が43平方メートルの小規模な店だった。 このケースを短時間の接触で感染した事例と貿易当局は説明している。当局側は、オミクロン株の感染力は他の変異株より強く、また空気感染の可能性もあるとして注視している。パクヨン順疫学調査チーム長はウイルス感染は、直接の接触よりも利用者の滞在時間がより重要だとし、閉鎖された空間に長時間滞在する場合、感染は可能になると説明した。 しかし、A さんと B さんの接触時間がわずか1分と報じられていることについては接触時間まで正確に確認するのは容易ではないとした上で、現在、オミクロン株に関して多重利用施設の感染としては、飲食店は2件のみ。この事例だけでオミクロン株の感染力を既存の変異株と比較するのは難しいと言及。ただし海外の事例を見ると、デルタ株より感染力が高いというデータがあり、 注意深く見ていく必要があると強調した。